優先すべきだった。どっち行こうかな。コマンドピップ何人いる？コマンドピップ2人か。いや、2人だったらいいんだよな。だから、ウォーピップを出して、で、今回もコマンドにはお休みしてもらって、で、犬行こう。犬とマーセナル、コマンドで行こう。で、アップグレードはまだできないかな？あー、ちょっと、武器承認系はいいや。武器庫、ミサイルの残弾数が1、タレットの、あー、まあ、まだタレット系には頼らなくていいかな。そしたら、まだ、人をちゃんと使っていきたい。あ、毎回売り上げ変わるんだ。まあ、でもいいか。どうしようか。スキンも、これどういうことなんだろうな。まあ、わかんないけど。あと一個何か。タレット多いからタレット使っちゃおう。オッケー。じゃあタレット強化しろよってね。まあいいや、まあいい。オッケー。聖なる大発見、行かせていただきますよ。じゃあ、一番最初にお金をもうやっちゃおう。で、三人傭兵を追加して、で、お金もあるから、ここに、どうしよう、ここにしよう。ここにタレットを置く。もう一個タレットを置けるな。結構きつくなると思うから、タレットをたくさん置いとこう。あ、でもタレットもあれか。制限があるんだから、そこまで、たくさん置かない方が良かったかなと思ったけど、大規模来たから置いてよかったね。で、どうしようか。犬に向かわせるもいいけど、まだ犬には早いかな。多分、どんどん傭兵とかも出す。そして犬。ゴー！ワンちゃん！ゴー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 ！やられんなよ、やられんなよ。やられんな。やられんな。ナイスナイスナイス。お前、ワンちゃん。爆発に巻き込まれていくけど、でもあのガスのやつも一撃で犬倒せんのか、ひょっとして。それは超強いし、有益な情報だぞ。オッケー。じゃあ、どんどん。お前で全然、全然、全然、バンバン、攻めていこうか。下どうした？二人やられていく。で、もう二人いるから。いや、でもここはね、あ、どうしよう。二人にちょっと頑張ってもらって。いや、出していいか。出していい。で、強化していく。ランクアップした。オッケー。で、ガスの方に行くな、ガスの方に行くな。そこで耐え忍んで欲しかった。で、まだ次のレベルがもうすぐ上がるから、上がったらどうしようかな。ランクは多分もう2で十分だから、資金の調達をしてもいい気がするが、増員が欲しいか。増員にしよう。で、行こう。どんどん行こう。お前らはいくら使ってもいい。傭兵さんはね、一枠で二人も出てくる超強力ユニットだからね。いや、マジで強いんじゃない？傭兵は。多分、ランクアップして使うのが本当に強い。このゲーム、第2、3位ぐらいに入るぐらい強いんじゃないか？まだ何もあんまりよく分かってないけどさ。でも、序盤でここまで大活躍できる舞台ってそうそういねえべ。どうしようか。ここに置いちゃう？いや。犬を放った時に、置こう。で、おや、お前ら、早えな、使えるようになるまでが。で、お金がちょっとやばいかなと思ったから、ちょっとお金を調整して、で、タレットを、遮蔽のところに置く。で、犬を放出。で、ウォーピップも出す。で、多分、犬が帰ってくる頃に、傭兵が使えるようになるから、それで一気に畳みかけよう。オッケーオッケー。ナイスナイスナイス。帰っておいでー。あー、帰っておいで帰っておいで。あー、偉いね偉いね。あー、いけ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 。あー、いけいけいけ。お金持ってきたね。あー、もう今日はちょっといい毒風呂だ。あ、はい、じゃあ攻めていく。はい、どんどん攻めていきましょう。傭兵も出していって、ピップポイントを、サプライボタン。ピップポイントってなんだ？合ってんのか？ピップポイントで。とりあえず出していく。傭兵も出す。あ、これいけたな。大規模までにはまだ遠い。ちょっと赤くなるけど、あー、大丈夫。多分大丈夫。お金も十分にある。あー、でもちょっとやばいか。攻めろ！ゾーン使ってなかったね。ごめんね。おお、ゾーン、いやいや、ちょっと待って、ゾーンゲー。ゾーンを使用した瞬間に敵が一気に溶けた。ゴー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 。ナイスナイス。
あ、でも一気に半分溶けてるな。で、ここでゾーン使って倒して、タレット、タレット、で、傭兵全部出す。で、傭兵が来る前にちょっと時間かかるから、この3人に耐え忍んでもらって、いや、この3人でいけるな。いったれ！ナイス！オッケーオッケーオッケー。作戦成功。敵戦力は多分次でマックスになるね。オッケー、でもここでウォーピップを補充できたのはすげえでかい。どうしよっか、もう行っちゃうか。行っちゃおうぜ。あ、いやいや、まだだ。まだじゃん。何言っとるんだ、我は。こいつ使ってみたいな、無人ドローン。ちょっと無人ドローンを最終局面で使ーん。あ、ごめんなさい。使いたいから、彼らを倒しに行こう。で、お金は最終局面に取っておこう。で、この子も最終局面で使いたいから、ちょっとまたこの子たちに頑張ってもらって、同じ編成で行こう。で、土のうとかはいらないかな。あ、でもな、あんまり使わないのもちょっと、あれだから、全部持っていけないからもったいないんだよね。だからこうしよう。いやで、アップグレードはまだ何もできんかな。歩兵のマガジン 50% 増加、結構強いな。いや、でもこっち欲しいな。車両はまだ持ってないからいらない。どうしようか。タレットも結構重要ではあるものの、まずお金が手に入らんことにはどうにもならんから、こっちを目指して行こう。じゃあ、この編成で。土虫の糸。土虫って何？途中か？作戦名。土虫の糸。土虫の糸。よくわからない。じゃあ、最初にお金を使わなくてもいいんだから、マーセナリーを突撃させる。で、ミサイルを発射して、おい、そんな、どうしよっか、タレット置いてもな、絶対に、彼にやられちゃうんだよね。だから、サプライポイントが溜まってる。溜まってるけどお金がないから、一回お金優先しよう。で、犬行ける。4人出して、お金足りなくなっちゃった。バカ野郎。ナイスナイスナイス。で、犬を放出させる。で、ここで一気に攻撃に回して、犬に振り回されてる敵。よしよしよし。ナイスナイスナイス。おぉ、犬強っ。で、お金がこれで返ってくる。で、マーセナルも増えた。あ、ナイスナイス。そして犬に気を引きつけられてる間に監視塔もやられた。敵の量が多いな。ミサイル発射。はい、ボーン。お疲れ様です。ありがとうございます。で、いざという時に大攻勢が2回行くんだよね。大攻勢に臆しているんじゃ、話にならんよな。なんだこいつ。すごい、アパパ、溺れ落ちてる。アパパしてる。ここでミサイル撃つ。ミサイル撃ちすぎだな。まあいいか。でもここで撃っておいて、もう、言葉が出てこなくなった。とりあえずどん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 ここで攻めていく。攻めてほしい。で、あの大攻勢の前にあの車両だけは破壊してほしい。どうしようか。一旦お金貯めるフェーズに入ってもいいような気がするな。多分もうすぐ犬が来るから、犬重要だわ、ほんと。マーセナリーを突撃させて、マーセナリーだけじゃかわいそうだから、普通にモービップも。で、あと、タレットなぁ、どうした方がいいかな。ちょっと一回攻撃させて敵を一網打尽にする。多分一瞬で溶けるっしょ。ナイス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 。あ、素晴らしい君たち。一気に車を爆発させちゃって、よろしくお願いします。はい、爆発しませんでした。溜まってるんだよな。あともう一ポイント貯めればランクアップできる。ランクアップさせてみようか。強そう。ランクアップいこう。さっきまで、なんか、良さったような気がするんだけどな。そんなことなかったかな。乗せられたかな。まあ、とりあえず、どんどん犬放出して、
フォーピップも発射させます。で多分犬も増えてるからこれで一気に前線押し上げてもらって、犬帰れるかな、多分帰れはしないんじゃないか。あー帰れる。いやお前ら強っ。防弾チョッキ30ぐらいに来てるように見える。オッケーオッケー。で、ランクアップしていく。あ、ランクアップしてから使えばよかったな。これ毎回同じ失敗してる。縮小。どうしようか。ランクアップもできないから、彼らも最強の部隊なんじゃない？行ってもらおうか。最強の部隊よ。敵を全て駆逐せよ。あはは。どうしよう。一回前に行ってもらいたいな。まあ、セナル。3人か、これ。2、4、6、8、9。3人になってる。やっぱ強え、こいつら。どんどん一気に前に押し上げてもらおう。いや、9人はでけえぞ。しかも攻撃ゾーンに入れば敵を一網打尽できる。あの車両も一殺さねえ。ナイスナイスナイス。で、どんどん前に押し上げて、次の攻撃がもし来た時のための有刺鉄線を置く。で、もう一個置くとこ。有刺鉄線で敵のダメージをどんどん稼ぐ。で、ここで、一旦一呼吸を置いてもいいな。あ、お金あげとけばよかったか。いざという時のために。まあ大丈夫。とりあえず、傭兵さんたちをどんどん前にやっておいて、で、攻撃ゾーンに入らせて、一気に合流させる。合流間に合わなかったな。まあいいか。で、傭兵、あんまりゾーン使いすぎないようにしよう。今回ちょっと時間かかってんな。まだ1ダメージも与えられてないのに半分立とうとしてる。で、傭兵が全部やられた。どうしようか。お金は結構ある。たくさんあるな。傭兵3人、あとウォーピップ1遍に、そして犬も一気に出そう。で、ミサイルは次の代行人が行うまではちょっと待ってよ。あー犬強えー、マジで。ナイスナイスナイス。で、お金も手に入る。こんなのも無限ループよ。で、一気に前に出させよう。前に出させてレベルを上がった。どん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 。え、もうこれ、負ける気がしないんだが。時間切れにならない限り、もうこれは負けんべ。タレットも置く。お金があり余っていると思ったらいつの間にかなくなっていく。あれ、僕のお金どこ行ったのかな。ナイスナイス。オッケーオッケーオッケー。あ、もうこれ、勝ちました。はい、じゃあどんどん前に行っちゃって。はい、大爆発させて。はい。お疲れ様でした。作戦成功。敵戦力がマックスになった。戦いがいがあるってものでしょう、これは。多分こんな感じで戦えば、お金は全然問題ないな。で、70になったから、これを、ゲチュで、より経験値が溜まるようになりました。で、マップでどうしようか。ここに行こうか。なんか強いのいそう。バギー。敵の内容は変わらないんだね。どうしようか。一回こっち行くか。もうどうせ、ね、マックスまで行ってんだから。ここも破壊しましょう。で、どうしよっかな。これでいける。増殖スーツケース、行かせていただきます。さあ、敵の兵力マックスになったから、多分この大攻勢が増えたんだな。え、ちょっと待って、なんか違う。やばそう。これはもう一気に増員させた方がいい。殿。あ、でもナイスナイス。経験値は溜まるの早いぞ、俺は。ナイスナイスナイス。で、あいつらは傭兵だ。そこまで体力もない。体力もない相手に対して経験値が溜まるのは相当いい。あと1。あ、出てきたな、整形。整形出てきたけど、攻撃でいい。一回ちょっと片付けたい。片付けたいけど、硬くね？やば。どうしようか。ここで、タレット一個置いとく。
いや、多分追うのが正解だ。で、ランクアップさせたから、しばらくまたこれで戦えると思う。で、ちょっとゲージ使いたくない。マックス近くまでゲージを貯めたいから、一回ゲージは、収めておいて、で、ちょっとタレット、結構体力あるから、タレットがあるうちに、ちょっとずつ戦ってもらって、土のうを増やして、ナイスナイスナイス。土のうは壊れるのかな？よくわかんないな。まだ土のうが壊れた瞬間みたいな。あ、でも普通にこういうのが壊れるんだから、土のうも壊れちゃうかな。オッケーオッケー。で、お金が足りなくなってるから、まずお金優先で、増やしたい。増やした。ナイス、正規兵をやっていく。で、レベルも上がったから、さらに、いや、お金だな。これはお金を、ナイス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 。で、あれが爆発するんじゃないか？そこにあるの。爆発しないか。あ、残念。ナイスナイス。あ、でも、あ、でも、全然普通にいけてる。おい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 。敵の戦力が増員されたからどんな風になるかと思ってたけど、大したことねえじゃねえかよ。どうか調子こいてるとすぐにやられそうだから。とりあえず。あ、ナイス。はぁ、爆発せんか。これ爆発してくれたら一網打尽にできたんだけどな。でも結局一網打尽ない。へへ。どうしよっかな。レベル。兵力を増員したいところだ。いや、兵力を増員優先して、で、土のうはある。ここにタレット、タレットで、なるべく、押し込まれないようにしたい。あ、ナイス、タレットのタイミング。で、ここで、うわ、やっべえ、今そのタイミングで爆破するか。で、土のうが欲しい。土のうを用意する。あ、でも敵に土のう使われちゃうか、このタイミングは。ちょっと失敗したな。どんどん前に出て、敵を倒して、お前ら強くね。ランク2で十分なのかもな。3まで行かなくても十分戦えるわ。あとは出撃するタイミングとかなんだろうな。で、レベルも上がりやすくなってるから、もう増員する必要は多分、4、5、6、7、8、9人もいれば多分普通に倒せるレベルなんじゃないかなと思う。あとは、一気に放出して、喉元に噛みつきたい。犬って便利なんだな、ほんと。犬がいるいないじゃだいぶちげえぞ、これ。で、下の兵力を倒していきたいが、いけるかな？いけた、いけた、いけた。ナイス、ナイス。で、どの使われてるな、マジで。いや、ここで一回押し切ろう。押し切った。ナイス。お前ら強すぎ。で、前に行くために土のうを一個用意して、お金をもらう。で、タレットをまた二つ用意して、で、土のうをここら辺には置けないから、あとはウォーピップを全部出す。で、ここで一気に攻撃を重ねて、倒しきる。お疲れ様でした。OK。ウォーピップも補充できた。でもウォーピップはもうそんなにいらないかなってぐらいもあるからね。じゃあ敵本陣に向かいましょう。なんかバギークソ強そうなのがいるからちょっと怖いけど。これ使ってみようか。あと、もう、彼らをね、総動員していこう。で、煙幕は最後に取っておこうか。で、降車砲的なものもあるし、これ手に入るらしいから使ってみようか。で、どの、これ。よし、笑顔かな。使えない、使えない。よし。作戦名、なんか残念な名前だった気がする。作戦名、残念パンダ。本当に残念だった。はい、じゃあ行こうかな。じゃあまずお金が欲しいから、いや、お金だな。で、この3人を出撃させて、で、タレット置けばよかったか？あ、そんなことできる。で、これを、4、5、当てられないか、これ。頼む！壊れない！あ、これ自分で援護できるのね。へぇー。で、ちょっと取っておこう。で、3人また行かせます。
犬どうしようか。いや犬今行かせよう。でこの犬に多分みんなこのスナイパー持ちも多分翻弄されるから、今のうちにあーまあセナリたちに撃ってもらってなるべくダメージを稼ぐ、そして犬は帰ってきてお金を得てくる。素晴らしいです、ありがとうございます。でレベルが上がってないけどどうしようかな。またまあ繋い出せるから、あナイスナイスナイス、お前よくやってくれたマジで。これ何、お金めっちゃ手に入ったんじゃない今見てなかった。じゃあどうしようか。一気に叩く。ナイスナイスナイス。で、どんどん前に今のうちに行く。攻撃のゾーンは使いたくないから使わない。ナイス。どんどん後ろから来てるけど、そんなに敵の数多くない。で、大攻勢までにも結構時間がかかるから、意外と楽かもしれないと思った矢先にお前が出てきた。お前は強いのか？強そうだな。あー！やべ！やべ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 ！あぶねえ、見てなかった今。味方誰もいなかったじゃん。あぶねえ。行ったかと思ったわ。あ、そこまで強くないぞ。ナイス。で、どんどんちょっと前に行かせよ。ナイスナイスナイス。で、ここに置き、あ、起きた、起きたかったけど置けない。よしよし。放射砲全然当たんねえな。命中率 30% とかなんだけど。なるほど、遠くに行けば行くほど当たらないのね。そういうものなのね。まあセナリオを突撃させて、あと1個レベルが上がればバンバン剤で、サプライコマンドか、コマンドシップを出撃させたことによって射程が上がる。合流させようか。ちょっと早く走ってもらう。やられた、マジか。あとレベルが上がったから、やべえ、妖精までにやられた。結構グロい死に方したな今。ここ遮蔽がね、土のうがねえんだべ。べってなんだ。で、犬と傭兵さんたちに行ってもらって、多分犬がここいらの輩は全滅させる。強すぎる犬が強い。一個獲物がいません。さあこの犬どうするのか。さあ右往左往している、右往左往して餌を探しているが、味方がみんな帰ったことの気まずさによってどんどん後ろに下がっていく。帰っていく、本当に帰ってしまうのか、帰ってしまうのか。帰っていくけどお金は持ってきた。どこから持ってきたんだこの犬。さあ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 、またバギーが出てきた。一点攻勢、ナイス。バギーを壊してしまえ、バギー壊して、ナイス。降車砲、あ、このお金は全然買わねえんだな。ずっと20ドルのままだ。で、レベルが上がんねえ。どんどん前に進んでほしい。で、前に行けば行くほど相手は遮蔽あるけど、こっちは遮蔽ねえんだよな。それがつれえ。あ、絶妙。そのまま遮蔽もぶっ壊してほしい。あー、やられるな。スナイパーいる？スナイパーがいる。うーわ、マジかよ。こいつ当たんねえかな。うーわー、あれー、当たれー。全然当たんねえわ。あ、素晴らしい。傭兵はどんどん出していく。やっべー、マジで。すれー。攻撃要請を出す。一人が死んでも振り向くな。あ、ナイスナイス。スナイパーを倒していくのは、それはすげえでかいです。で、コマンドピップ、こいつら当たんねえかな。全然当たらないよ。どうしてこんなに当たらないの。お前すごい、お前らダメな、ダメなやつでごめんな。でもお前らなら俺でもやってくれるよな。ワンちゃん行け。大攻勢来るぞ、そろそろ。お金がねえな、やばい。犬、大攻勢のために取っとけばよかったか。いや、でも、今お金が重要。で、お金を持ってきてくれるの、マジでありがてえ。
うわ俺ゲージねえじゃん。やべ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 、ここで一気に叩きたい叩きたい。ナイスナイスナイス。あーでも死なないの、えぐくないそれ。撃て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 、やって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 、ナイスナイスナイス。あぶねえ、危機は出したぞ。でコマンドが後ろにいる状況下だから結構これはいい。味方の射兵もみんながみんな多いまんまだ。でもお金がね、やばい。これお金減ったりとかしてないよね。あ、オッケーオッケー。わー、倒れー、全然当たらないよー。何この交差法、全然意味がないじゃないかよ。あ、やばいやばい、味方がいない。あ、ちょ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 、お前、あ、強くねお前ら。一気に一気に流したかった、一気に流したいけどやべやべえぞ。ワニ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 、押して押したい。いけいけるか。やべえこれマジやべ。あ、ナイス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 、ありがとう。頑張って頑張って、ナイス。オープンで痕跡最大に危なかった。この子に置こう。車両が壊される。あ、これやばい、負けるかもしれない。やべ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 、傭兵行け。うわマジか、すげえ。作戦失敗、ゲームを、え、ライフは、え、終わり。うわマジか、やられた。あーマジか、油断した。はい、じゃあもう多分時間もねめちゃめちゃ経ってると思うんで、今回ここまでにしたいと思います。負けた、マジか、負けると思わなかった、悔しい。はい、わーピップ結構ね油断してると足元すくわれるんで、みんなやってみてください。ありがとうございました。Oh, my God.